ズハンデカイスネアインシグニスデカイゼニアインシグニズは、アケビカに含まれる植物で、このトガで唯一の直立する木本である。この属には本種の実が含まれる。落葉性の低木で、高さ2から5メートルに達する。葉は、奇数羽状複葉で、長さは50から90センチメートルになり、小葉は13から23枚に達する。トウガには2枚の卵型の輪ペンがある。 火器は4から6月。私有同種、または、異種で、果樹は、円錐果樹をなし、普通は、枝の先端につける。学編は6枚あり、起死型で、先端は細長く伸びて尖る。花弁はない。おすしべは6本あって、互いにくっついて1本にまとまる。めしべは3本で、それぞれの内部には、多数の胚種が2列に並んで収まる。果実は8から10月に熟し、 円柱型で少し曲がった形をしていて、猫の噴に似ているとも。果実は、液化で、腹放線で劣化する場合もある。また、この果実は食べられる。種子は、扁平な楕円型で、長さ1センチメートル、黒くて光沢がある。族の学名は、フランスの植物学者であり、アケビ科の植物の分類研究の基礎を築いたとされる、ジョセフ・ドケーヌにちなむ。感名は、 猫獅子で、また猫クスともいい、これは、果実が、猫の糞に似ているためである。ネパール、インド東北部の湿気無臭、ブータン、ミャンマー北部、及び、中国の郊外南に分布する。また、化石記録からは、第3期に、ヨーロッパが、分布域に含まれていたとされる。標高500の3800メートルの区域の日の、当たらない斜面の雑木林の、 その臨床から臨園に生育する。本族は本種のみを含む単形族である。この種は、アケビ科で唯一直立する樹木になるもので、他の族はすべて鶴性になる。また他のものが手のひら状服用であるのに対し、本族は右上を吹くである。さらに本族では木部に単線口の同管を持ち、これらの特徴は、本族がアケビ科の中で、 最も原始的なものであることを示すとされる。欧米では観賞用に栽培される。また果実は食用とされ、果実と根は中国の民間療法で結核の咳の治療に用いられる。以下、単 P303 掘ったカ編 P366 単 P303 単 P303 単 P303 掘ったカ編 P366 ありがとうございます。